行います。代表の方は前に出てきてください。それではお願いいたします。復興記念愛媛は昨年夏に発生した西日本豪雨災害で多くの家屋が浸水倒壊し尊い命が失われました。愛媛 FC は災害からの復興を記念し防災対策の周知を目的に西日本豪雨災害復興記念ユニフォームを着用して試合に臨みます。令和元年7月31日愛媛 FC 前野貴則。平和宣言。愛と平和と一生懸命、この言葉はビワーレンの朝日が大事にしている言葉です。仲間たちとボールを蹴れる幸せ、ファンの皆様と喜びを分かち合う幸せ、これらは平和の日常があるから味わえる感情です。この穏やかな日常がいつまで続くよう毎日を一生懸命過ごしていきます。私たち選手は愛媛 FC の選手とともに平和の思いを胸に刻み、この平和記念ユニフォームを着て全力でプレーします。平和への願いを長崎から全国へ、そして日本から世界へ。令和元年7月31日ビワーレン長崎田水亮太。ありがとうございました。両チームの代表が両チームの平和宣